見ろよ花がこんなにたくさんいい香りだなイモンあらカバーをかける前に霧吹きで適度に水をあげて湿度を保つようにと彼には話したよねサンジャイが今後も ルリウリをサボテンのように世話をするならその分の損失は彼の食費からさっぴかせてもらうしかないね、はあ、そしたらあいつはサボテンすら食べられなくなるなジュージュー言い聞かせておくよっ、テナリーテナリーあれ、二人とも久しぶりだねひひ、オイラたち最近やることがなくってさ にぎやかで楽しそうな雰囲気だったからここを見て回ろうと思ってそれにしても花がたくさんあるなうん、うん、今オルモス港では各国の植物を展示する花の博覧会を準備してるところなんだ僕もここにある植物は各地から運ばれてきたもので性質もそれぞれ異なる温度や湿度を保つため 主催はわざわざ妙論派に特製の植木鉢を作らせたんだでもそれに加えて植物ごとに運搬手入れに関するプランを専門家が立ててあげる必要おつまりティナリがその専門家ってことだないや僕はただの助っ人だよここを取り仕切る専門家は別にいてティナリさんサンデーが 毒のある球根をニンニクの目と間違えて食べちまったやれやれやっぱり彼にはサボテンを食べさせよう旅人パイモン悪いけど失礼するよ用が片付いたら戻ってくるからティナリはどこにいても大忙しだなホントだよな リリだなあなあティナリはしばらく忙しそうだし先に港を見てまろうぜ <noise> 見ろよはながこわい Bless you, Paimon. <laughs> Bless you. I know you're getting, what you smell. Allergies on flowers. Yeah, I know it's gonna... <メリ>それからシシリアの。で、もずわずいどくなってきたの。ええんだな。ふ <laughs> わくさい。さ、さっきまで何ともなかったのにな。 なもので、2そこのお二人はどうかお待ちをしてください。この香りを試してくださいかれませんか。香り何の香りだ、うん、Yeah, you can talk normally now.、うん、From the powers, smelly, aloes, iron. You should take her too. ほんとだ不思議だなモズモズしなくなったぞどういたしまして大したことは何も No その装いからするとお二人はスメールの方ではありませんね同じ旅行客としてこれくらい助け合うのは当然です旅行客お前もスメールに花の博覧会を見に来たのかええそう言っていいでしょう 私はフォンテーヌから来た調高師でエミリエと申しますアイラはパイモンださっきはありがとなそんでもってこいつは旅人さんですよねお二人の名前はスチームバード新聞によくお見かけしますおそれにしてもさっきは何が起きてたんだふうにくしゃみが出てプロ <the>、えっと。I guess. 花粉アレルギーとといいうものを聞いたことは簡単に言うと特定の花粉を吸い込んだ際に体に異常な反応が生じる現象を言いますえでもここにある花ならこれまでにも見たことがあるしその時は変な感じはしなかったぞ人それぞれ体質が異なるようにアレルギーを引き起こす原因も異なります花粉の中には単独では影響が少なくとも 他の花粉と一緒に吸い込むと刺激が強くなるものがあるのですですが心配には及びません薬で症状を緩和させれば問題ありませんから、oh, なるほど旅人パイモンここにいたんだねさっきは慌ててたから花粉に気をつけるように言いそびれてしまったよ yeah, あまりウロウロしないほうがアレルギー エミリエ奇遇だね君が一緒にいると知ってたら心配することもなかったんだけど私も先ほどオルモス港へ着いたばかりなんです偶然旅人さんとパイモンさんに出会ってところでアレルギーの要因は千差万別といいますこのお二人が発症するかもしれないと思ったのはなぜです 今までに同じようなことが僕たちが初めて会ったとき、君はパラハームを買いで意識を失ったよね。So,

一概に論じることはできない。フォンテーヌでアレルギーにまつわる事件に遭遇したことがあります。原因は、友人が稲妻から持ち帰ったそばでした。えー、何でも食べられるオイラって恵まれてたんだな,らっんだなえーっと、半人前の医者とでも言いましょうか。ただし、診察の対象が少々特殊で。 彼女は医術のみならず植物学においても造詣が深いんだ以前、ホフォンテーヌの植物に関して尋ねたことがあってたくさんの知識を教えてもらったことがあるとはいえ植物に限った話ですけどね知識の幅広さで言えばティネリさんの方がずっと上ですしょくぶつにかぎってわっわかったぞ ティナリが言ってた花の博覧会を取り仕切る専門家とだってな、残念だけど、ハズレだよ。私がここへ来たのは、博覧会でアウグストスについて調べるためで、仕事は何も引き受けていません。またハズレか、うん。今度こそ当たりだと思ったんだけどな。カイムィ Experiment are for the cause the allergies. Sometimes they have having the sneezes at that time. I can't breathe. Normally, something like the the I'm having a sick or something for having it for the vaccine for any of the bed for nausea, going to uh, body pain, nausea, whatever they call. かつてフォンテーヌで一世を風靡した花でありそしてその花から作られた香水のことでもありますある古代の言語では神聖・後期といった意味を持つそうです中には子供にそう名付ける親もいるのだとかそういえば過去のフォンテーヌにおける 香水ブームをご存知ですか20年近く前、フォンテーヌで香水ブームが起きたんです。<laughs> 最初は数軒の店が高級な香水を売り出しそれにラグジュアリーエレガントといったキャッチコピーをつけたことがきっかけでしたところがそれが市場で異常な人気を博し価格がうなぎ登りに上がったのですそれを振りかけて自身の社会的地位を上げようとする人や価格が急騰している間に買い占めて利益を得ようという人も大勢いました 人々が盲目的に評価するうちに、ごく平凡な香水の価格が数十万モラという巨額になり、そのせいで、争いごとや詐欺が続出しました。けれど、香水はあくまで香水でしかありません。本来の価格をはるかに上回ることがあっても、それは泡のように一時の減少に過ぎないのに。ブームがより広がり、取り返しがつかなくなる前に、 パレメルモニアはリスクを察知しすぐさま介入しましたその結果陶器や詐欺を狙った集団が摘発され投獄されたのですこうして泡は弾け一部のお金持ちだけに影響を与えるという結末を迎えましたでそのブームはアウズナチャラトゥースとどういう関係があるんだブームにおいて最も注目を浴びたのが アウグストスだったたのででです一瓶数千万モラまで価格はりり上がが需要に供給が追いつかなくなくるほどでし香水ブームが去った後多くの香水は元の正常な価格に戻りましたが。 アウグストゥスだけは製造に必要な同盟の花が失われてしまいどれだけお金を積んでも買うことのできない幻の香水となりましたはい。アウグストゥスの花は自然に育つ植物ではなく香水を作るために育てられた特殊な花だったのです香水ブームが下火になった頃 アウグストゥスの花を育てていた花畑が大火事により燃え。以来その花を目にした人はいません。でもさっきこう言ってたよな。アウグストゥスについて調べに来たって。ええ。ここへ来たのはある噂を耳にしたからです。アウグストゥスの花がスメールに再び現れたらしいと。そのせいでフォンテーヌの香水市場には またもや不穏な空気が漂い始めています、はあ、旅人花探しを手伝ってやろうぜ more, そうだね旅人の言う通りだエミリエから手紙で頼まれて調べてみたけど今のところ新種の目撃報告はレンジャーに届いていないそれにパイモンさんは残念がるでしょうけど アウグストゥスの花を見つけたところでそれを使ってお金儲けをするつもりはありません神聖後期唯一無二そういった言葉は美しく聞こえますが物事の本質を包み隠してしまいます今後香水が語られる際には価格や物語ではなく香りそのものに注目してもらいたいものですえエミリエって 立派だなそれにもっと切実な理由もありますここ数年フォンテーヌの香水市場にはアウグストゥスの稚拙な模造品がよく出回っているんですアウグストゥスの唯一無二の香りを再現したと自称していて中にはそれと私の作品を比べるおせっかいな人もいますそりゃ切実だなその噂が流れて以来 アウグストゥスの花から生成したと称する香水が少なくとも3種類は現れています。この木にアウグストゥスの神話を打ち砕けば、たとえ噂が本当ではなかったと証明するだけに終わっても、フォンテーヌの香水史上はいくらか正常に戻るはずです。そうすれば私も物語やまやかしの言葉から解放され、自分の好きなことに専念できるでしょう。なるほど。 いい、その、助けていただけるのは何よりですかただ、ご迷惑ではありませんか。<laughs> 同じ旅行客として、これくらい助け合うのは当然だと思うぜ。そうだろう <laughs> そうでしたね。では、お言葉に甘えて。今ある手がかりからじゃ。 アウグストゥスの花が再び現れたという噂の真偽を確かめることはできない。エドガーさんも結論を下すには時期尚早と考えてる。とはいえ、一度彼と話をしてみたらどうかな。そうですね。ちょうど私もホテルへ行って。エドガーえっと。パイモンが当てられなかった博覧会を取り仕切る植物専門家だよ。 この辺りじゃ誰よりも人望の厚い調香師なんだしかもアウグスティスは彼がフォンテーヌで活動していた時に生み出した作品でもあるそれにあの方はスメールで私を弟子にしてくださった香水作りの師匠なのですフォンテーヌで活動してた調香師でスメールに来てフォンテーヌ人の師匠になってた かなり複雑だな話せば長くなりますもし興味が終わりでしたら会った時に詳しく話しましょうホテルの近くにエドガー先生の仮住まいがあるはずです装填です 山ほどあるぞ主催者が大金を出してホテルと周辺の建物をすべて借りて一時的な倉庫兼スタッフの住まいとしているそうですよ is,、uh, bit じゃあ早めに来た客は泊まる場所がなくて困るんじゃないかそれにこんな大きなホテルを借りて元が取れるのかな <laughs> しばらく見ないうちにすっかり変わったなエドガー君たち兄弟はちっとも変わっていない兄貴エドガーおしゃべりは置いといてさっさと本題に入ろうキリアは今まあ待ちなさいご無沙汰しておりますエドガー先生 <laughs> エミリエか何年ぶりだこんなに立派になるとはねえ フォンテーヌじゃ誰もが知る兆候師だと聞くじゃないか。公正恐るべしとはまさにこのことだ。いやいや私は基本的な知識を授けただけにすぎない。師匠と名乗るのも恥ずかしいくらいだ。これまでスメールで兆候に興味を持つ子供たちをたくさん教えてきたが。 君ほど成功したものはいないよすべて君の努力の賜物さところでそちらのお二人はどちら様かな手紙では触れていなかったようだが知り合ったばかりの友人で旅人さんとパイモンさんですおエミレイの友人かあえて光栄だ それで、そちらのお二方は、先生のご友人ですかチェえっと、<laughs> その通りだ。俺たちもフォンテーヌから来た人間で、香水ショーをやってる。エドガーとは古い付き合いでな。俺は、オードだ。で、こっちは弟のブラス。な、ブラス、エドガー。あ、あ,あ。 商人のご兄弟香水晶ってあ、まさかお前たちもアウグステスの花を探しに来たのか <laughs> フォンテーヌの香水晶ならアウグステスの名声を知らぬ者はいないちょくら様子を見に来たって不思議じゃないだろうちょうどその話をしようとしていたんだエミリエ、君たちも アウグストゥスの花のことを聞きに来たのだろう。ならば一緒に話をしようじゃないか。エルマイト旅団の傭兵たちに調査を依頼しているが、スメールのどこにもアウグストゥスの花の目撃情報はない。ただ、オルモス港に変わった香りを街中で嗅いだというものが何人かいる。何かの花に似ているが、 どこか違うとその中には20年前にフォンテーヌを旅した行商人がいてね彼曰くその香りは当時のアウグストゥスにそっくりだったそうだ唯一無二にで神聖かつ高貴な香りだとあもしかしてアウグストゥスの香水がまだ残ってて それを誰かがここで売ってるんじゃないかそれはありえません。未開封だとしても、香水の香りは時間とともに変化します。特別に熟成させた香水でない限りは、十数年もの年月を経て、なお変わらないなんて、不可能に近いです。ましてや、アウグステスのその性質は不安定なもの。フォンテーヌでわずかに保存されている数瓶も、 10年前にはすっかり変質してしまいました。もしかすると、似た香りの花が使われているだけかもしれません。あるいは、アウグステスを模して調合された香りか。いや、ありえない。アウグステスの代用品をそう簡単に作れるなら、当時あんな異様な値段で売られやしなかった。アウグステスの花が、再び現れたに違いない。技術的には不可能ではありませんが。 まあまあ、模倣品かどうかはひとまず置いといて。エドガ、そいつらはその匂いがどこから漂ってきたか話してたかいや、気がついた時には香りはほとんど消えていたそうだ。わざわざ聞かれなければ忘れてしまっていた人が大半だろう。直接見たり聞いたりしたものに比べて、 段匂いというのは見落とされやすいものだからねうん。そのお話からすると誰かがアウグステスの香りを身にまとって道を歩いてた感じだな兄貴まさか <laughs> 単なる推測だ気にしないでくれ今あるのははっきりしない手がかりばかりだ君の推測もありえないわけではない 人を使って調べるとしよう。二人ともわざわざ遠いところから来たことだ。今夜はホテルで休んでいってはどうかな。えー、っと、オドブラス。君たちの部屋の鍵だ。えただでホテルに泊まれるのかそれは申し訳ない。ホテルの部屋は大半が倉庫になっていてね。 博覧会が始まるまで使えないんだ彼ら二人の部屋も急いで用意したものだからエミリエから手紙を受け取ったときにはもう部屋は残っていなかったんだよええつまり急に来たオイラたちには部屋があるわけないってことかいやはや我々が至らずホテルを専用してしまっているせいですまない。 せっかくスメールに来てくれたというのにまともなおもてなしもできないとはいいんですよ私は船に戻って休みますそれかせっかくスメールに来たことですからこの辺りで植物サンプルを採集してそのまま野宿するのも悪くないでしょうそうですかとはいえ荷物はここに預けさせてもらえませんか野宿だと大荷物では不便なので あそう場所は取らないと思いますうーんそうだな <laughs> いいとももちろん問題ないさエミリエさんが嫌じゃなけりゃ俺たち兄弟が荷物を預かっておこうならそうしようオド君たちはエミリエと一緒に中に入って 荷物を置けそうな場所を探してくれるか私は君たちをもてなすためのお茶と茶菓子を用意して後で持って行こう 花の香りがポンポンするぞエドガーは部屋を用意したって言ってたけどそれでもたくさん花が残ってるな窓の外から見えた感じあいつの部屋も花だらけだったぞ今回の博覧会はものすごい規模なんだないいえ私たちは調光しであって庭師<ー>ではありません。 普段からさまざまな植物の精油を相手にするので嗅覚を鋭敏に保つため日常生活を送る場所では香りを排除していますそうなのか。ってことは博覧会に必要なものが多すぎて本当にどうしようもないんだろうな。ななそこはススイーートルームみたいだだ隣が弟の部屋だブラス 後で俺たちの荷物を運んでおいてくれブ <laughs> ラスあ,あああ分かったよ兄貴それでエミリエさんあんたの荷物はどこだブラスに一緒に運んでもらおう実はまだ港に置きっぱなしなんです生活用品のほかにフォンテーヌから持ってきた琥珀酒が一箱ありますブラスさん 一緒に運んでいただけますかそうすればみなさんに楽しんでいただけますし <laughs> そりゃあいいブラスの好物といえば酒以外何もない弟の代わりに礼を言おうそうなんですかオドさんブラスさんお二人はおい何をしている。うん

キリ,アをキリアだとおいエドガーエドガー待ってください怪我人を激しく揺すってはいけません先生のことは私に任せてあなたたちははいよろしく頼む兄貴そんなああいや何でもない はっ <laughs> このあたりなんだか独特な香りがするぞそんえっまっはんにんはかちょっす 周囲を見て回ったけどあの瓶以外手がかりは何もなかったな今は命を救うことが先決です先生を中へ運ぶので手伝ってくれますかアブソルティ。Absolutely. 戸川無事なのか応急処置は済ませました口腔内と鼻腔内の残留物から判断するに先生は無理やり何かの液体を飲まされたと思われますただ今は意識がないので安易に吐かせれば気道を塞ぐ恐れがあり危険です他の手を打つしかないでしょう<タッ>フん 匂いは一致しますね。ですが同じ液体かどうか、どんな性質なのかは、化学検査をしてみないと判断できません。とはいえその前に、まずは事情を知っていそうな人に話を聞いてみましょう。シルバンさん、ルシアンさん。<laughs> おいエミリエさん、俺たちを呼んだのか聞いたことのない名前だった。そうですかスメールに来る前に、 特巡隊の友人に頼んで調べてもらったので当時表舞台に出ていた調校師のエドガー先生を除いてアウグステスの背後にはあと三人の人物がいましたアウグステスの花を栽培したスメールの学者が一人とアウグステスの宣伝活動を行った商人の兄弟が二人その兄弟はアウグステスの神話を利用して大勢の陶器家を引き込みその結果 アウグステスの価格をさらに押し上げましたしかし最終的には粉飾決算市場か乱と複数の罪に問われ法廷によりメロピデ要塞へと送られていますちょうど最近刑期を終えて出所したはずです <laughs> そんな話俺たちには関係ないフォンテーヌで商売してる兄弟なんて5万といるそいつらも全員 犯罪者だというつもりかお兄さんからプラスと呼ばれてもなかなか返事しないのに私がルシアンと呼んだ時はすぐに反応しましたよねそれはエミリエさんあんたはフォンテーヌの有名な調考師だ今ならその言いがかりも冗談ってことで済ましてやるこの先まだまだ長い善人を中傷したなんて話が 香水ショーの界隈で噂になっちゃ困るだろ香水ショーですか商売をまともに営んでいるのなら琥珀酒が酒ではないことくらい知っていて当たり前のはずでは何だと琥珀酒は数年前に私が調合した香水ですさほど有名ではありませんがフォンテーヌの香水ショーなら名前を耳にしているでしょう お二人がごく最近まで、香水とは無縁の場所にいたのなら、話は別ですが。例えば、メロピデ要塞のような場所に。エミリエンシルバンさん。何も、あなたを責めるつもりはありません。十数年前に何があったとしても。 法廷での採決はすでに。ですが、エドガー先生の身に危険が迫った今、犯人に関する情報がもっと必要です。犯人がアウグストスを目的に先生を襲ったのだとしたら、お二人も安全とは言えません。ですから話してくださいませんか。キリアという人物のことを。<laughs> 分かった。話そう。兄貴ルシアン。 こいつらがキリアを見つけ出せるなら、俺たちにとっても悪いことじゃない。それに今から話す内容は、すでに県立邸にも話したことだ。あんたの言う通りさ。もともと俺たちは四人組だった。俺たち兄弟とエドがそれから、花の栽培を担当するスメールの学者、ビィジャーヤだ。ある時。 マレ瀬ファントムがうちに来て罪名をつらつらと並べ立てて帳簿を調べると言い出してなその後俺たち兄弟とエドガーは判決を言い渡されてなんかその判決に納得いってないみたいな口ぶりだなあれじゃあエドガーはどうやってスメールに来たんだ先生は当時重犯とみなされ 数年もせずにメロピデ要塞を出てこられました。フォンテーヌに留まれば、過去のことに煩わされる。先生はそれが嫌で、スメールに単身移住したと聞いています。当時の先生は長いこと塞ぎ込んでいて、新しい香水の調合には手をつけませんでした。ただ、代わりに教え子の指導に専念し、その道の手ほどきをされるようになったんです。 昔、私は両親の仕事の関係で、スメールに短期滞在していました。その時に先生と出会い、しばらくの間、教えを受けていたのです。この話はさておき。まずはその学者、ビジャーヤについてお話しいただけますか俺たち同様、ビジャーヤもあの時、マレショーセファントムの調査を受けることになったんだ。だが彼女は、 マレショーセファントムが来る前に自分の花畑に火を放ちアウグストゥスの花と俺たちが稼いだ金を焼き払って灰にしたつつまり倉庫を隠滅したってことかそんなことしたらそいつの罪が重くなるんじゃい,いえそれについては気にしていなかったのでしょうなぜなら彼女は 自分自身もその日の海の中に葬り去ったのですから <laughs> ずいぶん随分と詳しく調べたんだなそれでもまだ俺たちに聞く必要があるのかトパーええ当時の書類にもその名前は記載されていませんでしたですがあなた方はその人物と顔見知りのようですね キリアは、ヴィジャーヤの弟だ。当時あいつはまだ10代の無鉄砲な青2歳だった。普段は姉の手伝いをするくらいで、俺たちが何をしてるかなんて知らなかったろう。ヴィジャーヤは普段からあいつに、うろちょろしないよう言っていてな。だから、彼女に弟がいると知ってたのは、俺たち以外にいなかった。俺たちの事件の後、あいつは行方がわからなくなったんだ。 ところが最近になってアウグステスの花がまた現れたという情報がスメールから流れてきたそれでキリアさんがビジャーヤさんの元から何かを持ち出しアウグステスの花を再び育て始めたのではと考えたわけですね <laughs> ビジャーヤが生前何より大事にしてたのが弟だ自分に何かあれば金は全部弟にやると話してた もし死ぬ前に何かを残してたとしたらそれはキリアンとこにあるに違いないしかもあの瓶に残された液体を見るにキリアはアウグステスの花を咲かせただけでなくアウグステスの香水まで完成させやがったあれって本物のアウグステスだったのかじゃあその香水って毒薬 アウグステスが毒薬なわけない香水ってのはそもそも飲んじゃまずいだろうそれを一瓶飲まされたらどうなるもしアウグステスが毒薬なら当時販売すらできなかったろうエドガーが意識を失ったのはキリアが無理やり飲ませたからだわいディッキリアアタックエッガーはあ おそらくだが、姉の死に俺たちが関係してると考えたんだろう。けど正直、俺だって、ビジャーヤがなんであんなことをしたのかわからねえんだ。俺たちがキリアを探してるのも悪意からじゃない。単純に、あいつがどうしてるのか知りたいだけだ。できれば今後も手を組んで、アウグストゥスを作りたいしな。監獄に入れられたのは、粉飾決算と市場格乱が理由だ。アウグストゥス自体には、何の問題もねえ。 悪だくみはせず堅実に真面目に香水を売ってればあいつの姉貴に対する償いにもなるだろうだから当時取り調べを受けた時にキリアさんの名前を出さなかったのですかああその通りだ俺たちだって少年は悪人じゃないからな俺たちが知ってるのはこれだけだアウグストスの成分や婚姻した場合の対処については エドガーか、もしくは、キリアに聞くしかない。少なくともこれで、先生の飲まされたものが、アウグステスだとはっきりしました。この後の科学検査で、対処方法が見えてくるでしょう。ひとまず、収穫はありましたね。そうか。ならよかった。ルシアン、とりあえず部屋に戻って休もう。この状況じゃ。 考え直すしかそうだな兄貴 <laughs> あなたもそう思いますか確かに彼らはまだ何かを隠していそうですねシルバンさんの口ぶりからしてあのまま問い詰めたところで嘘を並べ立てられるだけだったでしょうっていうか あんわずかな不審点からあいつらの素性を暴くなんてエミリエって頭がいいんだなそうだぞお前医者としては半人前で診察対象はちょっと特殊だってええ私が接する患者は大多数が死者なのですつまり法医学者ってやつかいいえ厳密には 特殊清掃人と呼ばれる職業です。法医学者とマレショーセファントムが証拠を収集した後に、患者がこの世に残した最後の痕跡を取り除くのが、私の仕事となります。配合に少し手を加えるだけで、賃気剤は、香水にも洗剤にもなる。事件の真相は、誰かの手で明らかにする必要があり、事件現場もまた、匂い、血痕、 汚物といったものを誰かの手で綺麗にする必要があります。そのおかげと言いましょうか、これまで数多くの種を目の当たりにし、それにまつわる知識を身につけました。ですが、今回はまだ間に合います。旅人さん、すみませんが、ティナリさんとオルモス港の治安官に状況を説明してきてもらえますか先生は私が解放します。アウグステスのサンプルも、 すでに手に入りましたし <noise> 打撃順そんなに慌ててどうかしたなんだってエドガーさんが襲われたあの人はこの辺りでみんなから慕われてる超講師なんだオルモスコには彼の世話になった人間が大勢いるシャムさん怪しい人物がバザールに逃げてきたという報告はあった 今のところは何もだがこの近くにはそこかしこにうちの傭兵がいるすぐに人を集めようそいつを逃がすわけにはいかティナリはこれからどうするつもりだそうだね現場の証拠集めと容疑者の確保はシャムさんに任せようエドガーさんにはエミリエがついてるからえっとでもエミリエは自分のこと 厳密には医者じゃないって言ってて言たぞそれは謙遜だよ。確かに正規の医者でも法医学者でもないけど人体と薬理に対する理解は正論派の学者たちよりもずっと深い。ましてや今回は香水に関わる症例だからね。彼女の方が適任だ。僕はそうだな。これから教霊院に戻って ビジャーヤとキリアについて調べようと思うそうだったビジャーヤはスメール出身の学者なんだよなテナリは名前を聞いたことあるかエミリエの手紙で見たことがあるだけだね教練院を卒業した学者は山ほどいて卒業後本来の学派とは関係のない仕事に就いてる人も大勢いるこれまで詳しく調べられてなかったけどビジャーヤの過去と 今回の事件はつながりが深そうだスメールシティで友人に頼んで一緒に調べてみるよ早ければ明日にでも連絡するからオルモスコーのことはひとまず君とエミディエに任せたおーいエミディエ幸い峠は越えました非常に衰弱してはいるものの もうしばらく休めば意識を取り戻せるでしょう。アウグステスの分析作業も順調です。ただ、少し気になる点がありまして。はい。サンプルには香りを付与する成分の他に異常な元素力が含まれていることが分かりました。元素力今は何とも言えません。 元素力といってもごくわずかで、一滴の香水を海に落としたようなものです。ここ数年で、新たに登場した検出技術を使い、ほんのわずかな痕跡を発見できた程度でして、元素力に異様に敏感な人でなければ、十年使い続けたところで、何ら影響は出ないでしょう。先生が意識を失い衰弱しているのは、果たして元素力のせいなのか、 それとも、他の成分のせいなのか。現状では安易に結論を下せません。そういえば、ティナリは会いに来たかあいつにも一緒に見てもらったらどうだい,いえ。昨夜伝言が届いて、ティナリさんは教霊院へ調査に行ったと聞きました。ですが、新しい情報はまだ何も届いていません。そっか。 先にお前に会いに来ると思ったんだけどえっとエミリエさんはいるコレイあ旅人にパイもお前たちもいたのかコレイあーティナリさんのお弟子さんですねいつも話を聞いていますあとそう固くならないでください 私のことは気軽にエミああ、わかった私も会えて嬉しいよえエミリーコレイはティナリに頼まれてきたのかうん師匠たち昨日の晩から数十年分の名簿を調べてて今もまだ休めてないんだそれで私の方が足が速いからとりあえず知らせに来たの残念なことに今の結論としては あにビジャーヤという名の学者は存在しない師匠もその可能性について考えてたでも名前だけじゃなくて似たような研究や経歴から調べても該当する人物が見当たらないんだそそんなことってええその可能性は非常に高いですね彼女の素性を知るには おそらくあの二人に話を聞くしかないでしょうおいルシアンイッツシルバンだまさかまたキリアが現れたのかそんなホテルを出入りした人は誰もいなかったのにドアに

ルシアンルシアンおい目を覚ませエミリエさんなあ弟はどうしちまったんだエドガーみたいに気を失ってるだけなんだよな申し訳ありませんシルバンさん今回は間に合いませんでしたあそんな どうして旅人さん、コレイさん。今の彼は気が動転しています。これ以上身内の遺体を見せない方がいいでしょう。隣の部屋に連れて行き、彼のそばにいてもらえますかうん。任せて。あの、デイええ。お願いします。シルバンさん、私の手を取って。 ゆっくり立ち上がってください<笑><笑>ここは私たちに任せてひとまず息を整えましょうコレイさんお願いします<笑><笑> <laughs> 昨日までどしっと構えてた人が。 あんなにうろたえるなんて。あいつ、いい人とは言い難いけど、やっぱりかわいそうだよな。罪人であれ、善人であれ、身内の死によって受ける苦痛は同じ。共に暮らした記憶、共に経験した記憶。いずれもこの先は、残された者の,の記憶の中にしか存在しなくなります。キリア、もし犯人が本当にそいつなら、 ルシアンに一体何をしたんだ死人に口なし彼の言葉の代わりに痕跡に頼るしかありません私はまず現場を保存します旅人さんは先ほど言った通り昨日の事件が解決してないのにまた今日もこんなことが起こるなんてエミリー 君は経験豊富な法医学者だと聞いた何か気づいたことはないか私は法医学者ではありません関連する知識にたまたま触れたことがあるだけですですが遺体の温度と硬直具合から判断して事件は昨夜のうちに起きたと考えられますもっと手がかりを得るにはさらに調査を進める必要があるでしょうそれじゃあ君に頼めるだろうかティナリが離れる前にこう言ってた 万が一の事態となれば君の判断を信じるといいとはい信頼いただき感謝しますでは早速始めるとしましょう調査は早ければ早いほど効果的ですオイラたちも手伝うぞ遺体のことはよくわかんないけど他の手がかりを探すのはオイラたちに任せてくれ同行がひっ 窓もし…一通り調べたな。どうだ何か見つかったか ?There's no signs o force entry. おいらが書いてやるよ。<laughs> うん、隣の部屋から入ろうとするとシルバンを起こしてしまうんじゃないかまさか彼が自分で弟を弟を失った時の反応は演技には見えませんでしたそれに彼にはそんなことをする動機がありませんじゃあ夜に一体何が起きたんだシルバンを刺激したくはないがここは彼に証言してもらうほかないなそうですね 私の方でも新しい発見がありましたので隣の部屋へ行って説明しましょうシルバン昨日の午後から今朝まで弟さんと一緒に何をしてた怪しいものや音を見聞きしなかったか エドカーがキリアに襲われてから俺と弟はヤツを警戒してただから部屋に帰った後に話し合って廊下とつながるドア万が一どちらかの部屋で何かが起きたらもう一人が部屋の間のドアから助けだが昨日の夜は物音一つ聞いちゃいないなのに朝起きてドアを開けたらルシアンが。 つまり昨夜、隣の部屋に変わった様子はなく、この部屋を通った人もいな、い部屋に争った形跡はないし、ルシアンには外傷もない。死因は一体それについては遺体の様子。つまり、瞳孔が開き、皮膚が赤らんでいた様子から推測できるかもしれません。ですが、口や鼻の中に、それらしき液体は残っていませんでした。 無理やり飲まされたわけではなく無意識のうちに一定量のアウグスティスを急にアウグスティスを <laughs> ありえないアウグスティスを嗅いだところで死にやしないましてやたった一晩の話じゃないかワンナイプ you say そそういう意味じゃないおいエミリエさんあんたはアウグスティスを検査したんだろう毒性がないことははっきりしてるんじゃないのか確かに 一般的な毒素は見つかるほらそうだろアウグステスは無害なんだかつての本ーの師匠がそれを証明してる大多数の人間にとってはそうだな back in the beat. 先生あエドガーもうもう起きて大丈夫なのか <laughs> <laughs> エミリエのおかげで命拾いしたい。シルバン真実とは包み隠せないものだ。えドかもうあと10年20年と隠し通せたところでキリアは我々を許してくれるだろう。いやイエレーナを思う彼は決して。 我々を許さないだろうビジャーヤの本当の名だ彼女はスメールの学者などではないスネージナヤから亡命してきたファデュイなのだよファデュイだってファデュイ通りでアウグステスには元素力が混じっていたわけですね すでに気づいていたのかシルバンそれならなおのことを隠す必要はアウグストゥスの花は邪眼の力を利用しねじ曲げ変異させて生まれた花なのだ邪眼ファデュイに邪眼アウグストゥスの背後にそこまでの秘密が隠されていたなんて邪眼から生まれた アウグストゥスには変異した元素力が秘められている長年接触し続ければ人体に害を及ぼすのだもういいあとは俺が話そうイエレーナは改良を続けようとしてたんだだが香水ブームなんていつまで続くか誰にもわからないだろう一般人には何の影響もないし 売り出すのが一晩でも遅くなればその分の儲けを逃すことになるだからって中毒のリスクがあるかもしれないのにそれを買い手が毒で倒れたら俺たちだって困るただ長期的に接触すれば害があると言われてもそれはイエレーナの推論に過ぎないし影響だってごくわずかだエドガーみたいに大量に飲まされたり元素力に対して特に敏感だったりしなければ 数十年使ったったて問題はない確かにフォンテーヌでアウグステスによる中毒事例は起きていませんですが中毒者が出なかったことと危険と知りながらそれを隠して販売していたという事実は分けて考える必要があります i don't know what kind of name Who's responsible t h e r e August.use for the Lucian. ふんなるほど。通りで当時住んでいた経済犯罪を認めたのに、キリアさんとイユレーネさんのことは隠し続けていたわけです。ファデュイ、ジャガン、アウグステス。マレシオセファントムが捜査を続ければ、 これらの証拠であなた方を一生メロピデ要塞に閉じ込めておけるでしょうねスメールでキリアに命を狙われると分かってたらずっとメロピデ要塞にいたさルシアンだって死なずに済んだもう何年もなりを潜めてたのに俺とルシアンが出所した途端に動き始めたあのガキ俺たちを狙ってるに違いねえ もともと人を殺せはしないはずのアウグステスのせいで死人が出た絶対にあいつの仕業だキリアって人ではイエレーナさんの死はあなた方が企てたのですか当時その考えが浮かんだことは認める <laughs> 市場に流通してたアウグステスは俺たちが入念に策を講じて事実を隠したイエレーナが身分を偽ってたことについても 疑う奴はいなかった。ただ、ナレ小瀬ファントムがイエレーナの花畑を、アウグステスの花を調べれば、ジャガンのこともファデュイのことも何もかもがバレちまう。でも俺たちが計画を立てる前に、イエレーナは自分で花畑に火を放ち、自分自身も燃やした。そう いくら証拠を隠滅するためだからって自分まで燃やす必要はそうだぞ花畑を燃やした後弟と一緒に逃げればよかっただろそのことは俺もずっと考えてたそれで今ようやく分かったんだ彼女がそうしたのは全て弟キリアのためだってな <laughs> あいつらが亡命することになった原因の一つは イエレーナが邪眼を使いすぎて体が持たなくなってたからだ彼女は自分が死んだ後弟に同じ鉄を踏ませたくなかったのさフォンテーヌに来てからも邪眼を使ってアウグステスを育て続けてたあいつの体はますます衰弱していきひどい時には動くことすらままならなかったつまり彼女はキリアと一緒に逃げる際に 自分が足でまといになるんじゃないか。素性がバレれば彼女と弟はスネージナやとフォンテーヌの両国から罪に問われる。Oh, ジャガンの力を帯びたアウグステスの花だけじゃなくジャガンに侵されたイエレーナの体も権威を招く要因になる。だからあいつは火を花と自分自身に花って灰にした。これらの手がかりを全て消したり。 弟に金を持たせて一人で逃げさせるためになアグステスによって書き集めたトミは燃えてなくなったのではなく彼女がキリアさんに渡したのですね大方はそうだろうなあいつは生前自分に何かあれば財産を弟に渡してくれと言ってた俺たちの分まで持っていかれるとは思わなかったがな俺とルシアンはキリアから金をそれから アウグステスの花を取り返したかった<ー>まさかこれが全部あいつの仕掛けた罠だったとはな <laughs> でもキリアはなんでお前たちに復讐するんだろうお姉さんが自分から犠牲になったことを知らないのかなイエレーナの寿命が長くなかったことをイエレーナは 弟の前ではいつも厚化粧をし老いを隠していたそれに仕事の忙しさを理由に会うことを避け動くことすらままならないという事実をそそれなら真実をキリアに教えてやれば復讐を諦めてくれるんじゃないかそれはないと思う今の話を知ってもなお,お姉さんが邪眼を使ってたことを キリアウグストゥスの花を育てるよう森じいされてたとか言って自分一人で復讐心を収めるのは難しいことだしこれだけ長い間一人で憎しみを抱えてたのなおさらだ確かになそれにエレーナの死の原因が明らかになったとて <Right? S 2> 私自身 自分が無実だとは思わないエドガ<身>あんた何言ってんだシルバン当時我々が目先の利益に飛びつき香水ブームに乗ろうとしなければイエレーナがここまでリスクを冒すことはなかったのではないか欲に目がくらみ栽培面積を広げ続けなければイエレーナの体は ああも早く衰えることははなかったのでは恋に法を犯すことなくマレーショーセファントムに目をつけられていなければエレーナはまだ生きていたのではふん自分の体のことはあいつが一番よく分かってた短い命だってこともとっくに知ってたさただただキリアに少しでも多くのモラを残してやりたいと考えて取った行動だ 俺たちはちょっと金儲けしようとしただけに過ぎないいくら何でも死んで償うほどの罪じゃないだろうそれに俺が主犯だったとしてもルシアンはどうだルシアンが犯した過ちはどうしても命で償うしかなかったのか <laughs> 私たちは審判官でもありませんからその問いに答えることはできないん もういい話すべきことは全て話したフォンテーヌへ連れ帰って審判を受けさせるつもりならおとなしく従うさなんてこった3人のフォンテーヌ人とスネージナヤ人がオルモス港で事件を起こしたとは頭が痛い今の状況じゃあ凶霊員が人をよこすまで待つしかないなそれから フォンテーヌにも連絡する必要があるかもしれないやれやれ博覧会のせいでオルモス港には今留置所がないのに困ったよならばこのままこのホテルを使ってはどうかなシャムさん人手をよこして私とシルバンを見張ってくれとはいえシルバンの精神状態では逃げる気も起きないだろうし私に至っては 逃げたくとも体が動かない。エドガーさん、つまり、シルバンを国へ送り返して、審判を受けさせるとなれば、私も自由の身とはいかないだろう。ただ、フォンテーヌへ帰る前に、荷物をまとめて、世話をしていた植物に別れを告げ、それからシルバン、君にも別れを言いたい人がいるだろう。<laughs> シャムさん、この願いを叶えてくれるだろうか。分かった。凶霊院には伝えておこう。過去にどんな罪を犯したとしても、スメールに来てからのあなたは、まともで人望の厚い善人だった。シャムさん、心から礼を言う。事件というと、またキリアさんが襲ってくるとか そうだぞそいつがアウグストスを持ったってのはわかったけどどうやってここへ来たのかは少しもわかってないんだぞもしまたエドガーとシルバーの命が狙われたら大変じゃないかしかし考えてみるとむしろ彼の方が我はこの状況を利用してキリアをおびき寄せられれば OK! 彼と話をするいい機会になるかもしれない。待ってください。先生、それは危険すぎます。<laughs> <laughs> そういうことかよ。明日には俺たちが連れて行かれると知れば、復讐を果たすには今夜しかないと考えるだろうな。つまり、あんたは俺たちを餌にして、キリアを捕まえようって捕まえたいわけじゃない。 私はただ彼ともう一度話がしたいんだ何だと俺にとっちゃルシアンの仇を取る絶好の機会だどの道残りの人生は牢屋で過ごすことになるんだあいつは俺とルシアンの金を使いルシアンの命を奪ったんだぞ <laughs> 危険かどうかなんて あんたらがちゃんと守ってくれるんなら心配しなくて済むだろう確かに可能な手ではあるなエドガーさんたちが明日ここを立つという情報を周辺に流せばいいそれから仲間をホテルの周辺に潜伏させて君たちも助けてくれるとなれば成功率はより上がるだろうそれでも懸念は残りますが皆さんの意志が固いのなら人手が多いに越したことはないでしょうから 私も手伝えるよだが見張りを置くとしてシルバンとは部屋を分けてもらいたい部屋に他の人間がいると気づけばキリアは事を起こさないだろうそれにアウグストゥスの毒性を高めるために何か細工しているかもしああ切羽詰まった時復讐のためなら無差別に使う可能性もあるってことか そうなれば見張りだけでなくオルモス港にいる無関係の人々まで危険にさらされるああだから他の皆さんには陰で見守っていただくのが一番 <laughs> まだ完全にえてはいないんですから部屋に戻って休んでくださいフーレスいた体ではままならないな。 後のことは君たちに任せようああ見張りの配置についてはまた後で相談しようぐずぐずしてる暇はない手分けして情報を拡散しよう いたかエドガーさんが明日連行されるらしいぞそんなまさかうちの店のアロマは全部彼が作ってくれてたのにうちの子も兆候を習ってたのよまさかこんなことになるなんて審判はまだなんだしあることないこと推測するのは予想どこもかしこもこの話で持ちきりだなキリアがどこに隠れてたって きっと情報は耳に入ってるよなホテルへ戻って休もうぜついでに他の人の様子も見に行こう ビビとも一緒に夜の見張りについて相談したいってさわかりましたありがとうございますですがその前にリラックス効果のあるハーブティーを用意したので召し上がってくださいえっと私はいいよ夜はまだまだ長いですよ常に張り詰めた状態でいるのはよくありません先ほどから落ち着かない様子でしょう 気づかれちゃってたか。キリアさんの復讐について気になさっているようですね。よろしければ話してくださいませんかそれは、えっと。ヤっホーエミリエれいいあ、おいら邪魔しちゃったかいや、いいんだ。お前たちがいてくれた方が。 話しやすい。実はずっと気になってたんだ。誰にも気づかれずに殺せるなら、キリアはなんで昨日の夜、シルバンを殺さなかったんだ兄弟は扉一枚隔てた隣同士の部屋にいたんだから、やろうと思えばできたはずだろシルバンを隣の部屋に連れて行って落ち着かせてた時、パニックになったあいつを見て、ふと思ったんだ。キリアは。 シルバンに肉親を失う苦しみを味わわせてその後で復讐しようとしてるんじゃないかって最初の日にエドガーを襲ったのは警告みたいなものだったってことかまずは恐怖を植え付けるためみたいなキリアさんに関するお話を聞いた限りではその可能性はとても高いですねうんこの何年もの間 お姉さんを失った後のキリアはどんな経験をして何を考えて生きてたんだろうそう思うともし自分がキリアだったら復讐を諦めるよう自分を説得することなんてできるのかなってオレごめんこんなの間違ってるんだけどどうしても考えちゃって 間違ってなんかいませんよ。人は共感する生き物なのですから、事件現場の清掃をする中で、死者の遺族と幾度も顔を合わせてきました。泣き声や怒りの声が、未だに耳にこびりついています。時には行く手を阻まれ、家族の最後の痕跡を消し去らないでくれと懇願されたこともあります。けれど、 こういった感情にとらわれていては、正しい判断を下すのは困難になります。長く香りに包まれていると嗅覚が鈍るように、強烈な感情に浸り続ければ、理性は覆い隠されてしまうのです。ですから私は、感情移入すると同時に、自分自身に問いかけ続けています。シルバン兄弟は、 本当に死に値するほどの罪を犯したのか彼らはジャガンとファデュイについてどれくらい知っていたのかこれらの問いへの答えを手に入れるには、証拠集めと真理に時間をかけねばなりません。私はフォンテーヌで数々の死を見てきました。人が死んだ後も、様々な痕跡から推測できることはあります。しかし、当事者がひとたび亡くなってしまえば、 多くの真実は永遠に闇に葬られてしまいます。恨みに支配された人は、そんなことまでなかなか想像できないだろうな。復讐を望む人にとっては、正しいか正しくないかなんて、そんなに重要じゃない。確かにそうですね。私たちがこんな風に問題を見据えることができるのも、彼らより理性的であるからではなく、 単に幸運だからです。だからこそ、引き返せない事態となるのを避けるべく、外から彼らに力を貸すのが、私たちの役目だと思うのです。私もキリアさんの気持ちは理解できますが、なんとか止めたいという思いの方が勝ります。先生にも、シルバンさんにも、そして、キリアさんにも、生きていてほしい。幸運な人間と、 不運な人間か、はあ、エミリエビエ旅人あれエドガーさんもここに二人ともどうしたんだっていうかエドガーは部屋に戻って休むんじゃなかったのかもう少し休んでなくていいのかああ それは多少は体を動かしておいた方が回復も早いからねそれにここにいられるのもあとわずかだ最後にここの植物を世話してやりたいんだ何かお手伝いできることはありますか先生いや大丈夫だ思い入れのある子たちだからお別れを言っておきたい それよりシャムさんの方が大事な要件があるんじゃないかあっさっき言ってた夜の見張りの確認のことかそうだ部下を周辺各所に配置したがシルバンの隣の部屋が空いてるんだああ話し合ったが次はシルバンが襲われる可能性が最も高いと睨んでるこの中で誰よりも腕が立つのは 君だろうそれにエミリエの知識があれば最悪の事態は未然に防げるだから君たちにシルバンの隣の部屋を見張ってもらいたいなとても合理的な配置だと思います今夜はよろしくお願いしますね旅人さん ないぞやっぱりもう復讐は諦めたのかじゃあもう少し待ってみようぜ本当に何一つ異常はないのかさっきドアの隙間から隣を覗いたけどシルバンは寝ちゃってたぞキリアさんの目的はシルバンさんに罪を告白させることだけだったんでしょうか でもそれはおかしいですよね服役させ続けたいだけなら当時生まれ小セファントムに告発すればよかったのですからきっと何か見落としがあるのでしょう何か極めて大切なことをおお茶でも飲んで落ち着かないかこの前のハーブティーってすごく美味しかったしそれもそうだなじゃあ別のことで気を紛らわせようぜ え例えばあ、花を見るとかあ、ここってルリュリもあるんだな。昼間は気づかなかったぜ。花、ルリュリ、お香。いけない今すぐ隣の部屋へ !No, no, what's happening? <S え、うえ 聞いたか昨晩また人が襲われたってよあの二人組の商人のお兄さんですってね確かシルバンだっけかひどい死に方だったってよお昨日はエドガーさん昨日はルシアンって商人でどうか落ち着いてくれ公務執行中だここには集まらないように3日も経つけど犯人の影もつかめないなんて一体どういうことなのまさか悪霊のたたりなんじゃそうでもなけりゃ どうやってこれだけ大勢の目をかいくぐって犯行に及ぶんだよ。もう一度言うここに集まらないでくれ<笑><笑><笑>どうやら次は私だな <laughs>。 そうなるとは限りません先生の罪は死に値しないとキリアさんは考えているのかもしれませんよ。だからおとといも殺さなかったのでは一昨日は君がいなければとっくに死んでいたよ。その件だが君にお礼を言うのをすっかり忘れていたね。たとえ私がいなくてもあの時は。 ティナリさんもオルモス港にいましたから助ける術はあったはずですそうだろうかだとしたら私は実に幸運だったな素晴らしい教え子がいて気にかけてくれる友もいるそれに皆からの評判も悪くないたとえ死んでも ここキリアは何もかも失った。エレーナも、仇も、生きていたところで、何の意味がある。そのあたりのことは、キリアさんを捕まえてから本人に聞くしかあり。うん。うまくいくことを願う、エミリエ。もう一つ頼みたいことがある。 これだけ大きな事件が起きたからには。だが、故郷からはるかな旅路をたどってここへ集められた花たちを、この地でただ枯れさせるわけにはいかない。この後私は、殺されるにしろ。フォンテーヌへ送還されて審判を受けるにしろ。 あの子たちの子世話はできなくなくる面倒事であることは百も承知だがあの子達のことを頼めないかお任せください先生受けてくれるかよかったこれで安心して行けるシャムさんから質問があるそうなのでこの辺りで失礼いたしますああ行きたまえ 彼はせっかちだからあまり待たせないほうがいいすみません先生う <laughs> <laughs> エミリエの計画がうまくいくといいな <noise> エミリエ遅いまさか危険な目に遭ってないよな <noise>、うん、それもそうか旅人言われた通り噂を流して外に集まってきた人達たも解散させたが一体どういうことなんだ昨日の夜エミリエの計画を聞いて材料を準備し 人員を手配したがそれだけでもうてんてこまいだ正直まだよく分かってないんだが犯人は一体どうやって夜中に犯行に及んだんだ重要な手がかりはずっとオイラたちの目の前にあったんだぜヒヒ <laughs> 犯人がどこへアウグストゥスを隠したか種明かししに行こうぜ <laughs> あそれだルリユリそれならちょっとは聞いたことがあるリユエから来た花だろうでは ルリユリが夜に花開き、昼には閉じるのをご存知ですか？あ、エミリエおかえり。アジト。え、何もかも想定。夜に咲き、昼は閉じる。ああ、それならスメールのサウマラタハスと同じだ。はい。ですが、サウマラタハスは花が閉じた時の花びら同士の隙間が大きすぎて、この手口には向きません。 そこでキリアさんはあえてルリユリを選んで仕掛けを用意しアウグステスをオレンジのパワー。おっ、ダイゲか…ウェキ何かどこっちおっけいそこでエリアを取るペトルス花火おっけい そう。彼は希釈したスライムの液体を使って花びら同士をくっつけ、花の中にアウグスティスを隠したのです。そうすれば、昼の間は花びらの隙間からアウグスティスが揮発することはないので、誰にも気づかれずに毒を仕込むことができます。そして夜になると、希釈したスライムの液体の粘性では、ルリユリの開花を止めることはできません。そうすると、 被害者は花びらの中に隠されたアウグストゥスを吸ってしまいつまりキリアは夜中に部屋に忍び込むことなく復讐を果たしたってことか夜が明ける頃にはアウグストゥスは揮発して薄くなり残った香りも花の香りで覆い隠されますそして瑠璃リ,リの花はまた閉じるま待ってくれ それなら、アウグストゥスはほんの少量でも致死量に達してしまうほど毒性が強くなってるはずだろう。だが、おとといにアウグストゥスを一瓶丸ごと飲んだエドガーさんは命を落としていないぞ。アウグストゥスの毒性は変わっていませんよ。十数年前も今も全く同じです。ただ、僕少数にとっては非常に大きな影響があるというだけです。それは、 元素力の影響を受けやすい人たちとい人ととうことだなシルバンとルシアンはたまたまアウグストゥスアレルギーだったのかいやだが彼ら自身もそれで商売をしていたんだからアレルギーだとしたら何年も前に分かっていたに違いないより厳密に言えばアレルギーではなく感じやすさの問題なのですがそれは重要なことではありません彼はある手段を用いて 誰にも気づかれないうちに、二人を元素力に影響されやすい体質に変えていた。そう理解してくださればいいでしょう。Is that 前にポナニコッツ。It is it in the r o o スメールの学者の中には、<Burn> <で> 錬金術で製造されるオイルや、以前フォンテーヌで大騒動を引き起こした、原子大海の水には、元素力の感知能力を高める作用があります。スメールに来たばかりの頃は、あれのせいでひどい目にあったよな。ああ、私もだ。室内でお香を炊くのは、スメールでは珍しいことではないですから、疑いも抱かせにくい。 花の香りは一周を隠すのにも使えますここでも花を使ったのかたまたまリーウへのルリュリがスメールにあっても不思議じゃない花の博覧会が行われるこのタイミングを利用したんだない,いえたまたまなどではありません The The Hotel. だから大金をはたいてホテルを借りたのかでもそのお金ってイエレーナが彼に残したものなんだよな キリアが自由にに生きられるようにってそれが結局復讐の道具になっちゃったのかフォンテーヌの法医学者たちはいつもこう言います人が通った後には必ず痕跡が残るしかし今に至るまでキリアの痕跡は何一つ見つかっていません彼はずっと別人になりすましていたのです キリアホテルに部屋をゲレーナからいすキリアはそれってでもキリアは当時10代そこそこだった今だって四十にもなっていないはずだろうエドガーさんはここで長年暮らしてきたわけだし見た目を変えたところで 完全に素性を隠すなんて不可能じゃないか大変よエドガーさんが襲われたなんだってついさっき彼の部屋から黒い影が出てきたの怪しい匂いがプンプンしてたわあっという間に消えたから捕まえ損ねちゃったけどまるで幽霊みたいに素早かったで私たたちが中に入ってみたらエドガーさんの姿がなかったのキリアがエドガーさんを誘拐したのかしらもう一度よく思い出してみろ その影はエドガーさん本人じゃなかったかええエドガーさんは弱ってたんだからあんなに素早く動けるはずないわどうやら先生は使うべきでない力を使ったようですねそんな今の状態でそんなことをしたらしただがすでに復讐は果たしたんじゃないのかいいえ復讐のターゲットが イレーネさんを死なせた全ての人間なのであれば昨日の時点ではシルバンを生かしておいたのが苦しみを与えるためではなく単に姉の死の真相を聞き出すためだったとしたらターゲットはあと一人です黒い影はリフトの方へ去っていったわ。 仲間が慌ててすぐに追いかけたんだけどまだ何も起きていないといいのですが一体どこへ逃げたんだはあゆ幽霊だ落ち着いてください深呼吸をして何を見たのか教えて <laughs> 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 黒い影を見たんだあっちからスーッと。 ピルマだったけどに妙なものを見ちまったよ。 撃者は減るだろうな大丈夫です。かすかにあの香りがします。彼がここを通り過ぎてから、この方角です。さあ、行きましょう。 気配がますます強くなってきましたここですねっあっオグズ大丈夫まさか誰か誰に襲われたのか <laughs> いや例の黒い影を追いかけてきただけなんだが急に体見せてください確かにこの辺りの空気はなんだか重たいよなこの感じどこかで大きな問題はなさそうです急いで追いかけていたのと周囲の環境が影響して具合が悪くなったのでダメだエドガーさんが中にいるはずなんだ 俺の妹は彼から兆候を教わったあんないい人がキリアに殺されるのを黙って見ていられオグズ落ち着いて聞いてくれエドガーさんは俺たちが追いかけてるキリア本人なんだそそんなバカなキリアは30代の男なんじゃなかったエドガーさんはもう70代だいくら変装したって老人になりきりゃしないはいですから 特殊な手段で自身の体を追いさせたのですキリアさんは邪眼を使ってアウグスティスの花を育て自身の寿命を削っていきました彼のお姉さんと同じようにそそんな彼はオルモスコーでずっと暮らしてきたんだ仮になりすましていたとして誰にも見破られないでいられるわしかしそのなりすましは 十数年も前から始ま、それは、推測に過ぎませんが、本物の調香師エドガーは、フォンテーヌの監獄を出て間もなく、本物のエドガーさんが、獄中で過ごした数年間のうちに、キリアさんは入れ替わる準備をしていたのです。出所した当時、エドガーが過去を忘れたいと言ってスメールに赴いたのも、長考をやめ、教えるだけになっていたのも、 昔からの知り合いに、見破られないようにするためだ。親しい人間のいないスメールでなら、髭を蓄え、メガネをかけるだけの簡単な変装でも、エドガーであると信じさせることができました。そして、十数年の長い年月の中で、少しずつ変装を解き、自身の技術を磨いていくことで、周囲の人々に気づかれずに、だからシルバーもあの時、 見ないうちにすっかり変わったって言ってたのか復讐のために青年からヨボヨボの老人になるなんてそこまでする値打ちのあるようなことそんなエドガーさんに会ってみないとそんなことをする人じゃないんだ <laughs> 待て君は今すぐここを離れて休む俺はまだ行けるちょっと待てよこの場所も多分邪眼の影響を受けてる 今は軽い体調不良にしか感じられないとしても、油断しちゃダメだ。オグズさん、症状を和らげる方法なら知ってるからさ。キリアは、いや、エドガーさんは、これ以上、無関係の人を巻き込みたくないと思ってるコレイさんの言う通りです。後の調査は、私と旅人さんに任せてください。私たちが多少のアウグステスに接触しても、うん、 問題ないことから神の目に守られているか、あるいは元素力を使うことに長けている人は、異常な元素力に対する体制が強いものと思う。シャムさん、オグズさん、他にも出入り口があるかもしれません。容疑者がそこから逃げ出せば、逮捕は難しくなります。ですから、あなた方は外を調べてくださいますか俺はそうだな。 ここっちのことは頼むおい聞いてたか俺と一緒に出よう他にもやらなきゃならないことがあるんだオルモスへ戻って人手を回そう分かったよ旅人エミリーそれからパイモンくれぐれも気を復讐のためだけに生きてきた人間がその道の果てで何をしでかすかご安心を私たちもキリアさんも ここで命を終わらせるわけにはいきません今はアウグステスがもたらした死をその神話とともに終わらせる時です <noise> 魔物ここの元素力に引き寄せられたのでしょうか のない種ですね。邪眼のせいで変異したものでしょう。まるで私たちを避けているようですね。周囲には他の道はありません。崖のそばまで追い立ててみるのはどうでしょう？ それでも、花畑を耕すのにかけた時間よりも、邪顔を使うために投げ打った寿命の方が。でも、アウグストゥスの花って、こんなにも必要だったのか計画のためなら、アウグストゥスの香水が何本か作れれば十分だろ彼はアウグストゥスに恨みだけでなく、ーー別の感情を託していたのでしょう。う少し前、ホテルの花が、 異国の地でただ枯れるようななことにはなってほし,しかしスネージナヤに背きフォンテーヌに別れを告げ残りの人生をおそらくお姉さんと同じようにアウグスティスの咲き誇る花畑です <music> 《悪を見極め影を狩り尽くす僕を讃えよう!と》油断しました。 滅ぼす植物実に奇妙な生態ですさて先ほど種を見つけた場所に戻ってみましょう。

レステスの僕の花畑じゃない<ー>あの日フォンテーヌで焼けた花畑だ姉さんレザー僕はずっと分かってたんだ僕のために姉さんは蛇眼を使い続けてた僕のために姉さんは花畑を燃やしたあの日姉さんの言う通りお金を手に街を離れたのは間違いだったおかしいと気づいた頃には 花畑も姉さんも何もかもなくなもっと早く会いに来るべきだった <laughs> 10年僕はあの時姉さんと一緒に死ぬべきだ <laughs> 姉さん嫌 <laughs> だ置いていかないでくれやれな エミリ私は死んでいないなぜだ体内に残った毒さとアウグスティスの花粉ありえない私は十分な量のアウグスティスを見たはず<色>偽物私たちは昨夜から準備していたのですアウグスティスのは香りのアコードそれは超高の基礎,そ,の基礎そして香水の柱だ 流然光にしだうとラストノートは人光。これはそうだ。川から精油を抽出することはできないが、他のものから川をイメージするような香りを作り出すことはできる。これこそがアコードだ。 この世の世全ての香りを作れるのですか <laughs> それは非常に難しいだろうなこの世には唯一無二のえのきかない香りがあるその香りに人々は熱狂し酔いしれた 今こそ終わらせるのです神話は逆転でき奇跡は再現できます必要なのは技術経験果てなき探求心そしてわずかな忍耐残る問題は本物のアウゴステスがどこに隠されているか襲われたことを装い自由に動けなくしたのだから 窓の外から見えた感じあいつの部屋も花だらけだったぞ温度や湿度を保つため主催はわざわざ養<ー>論派に特製の植木鉢を作らせたんだ香水は花と同じように美しくもろいだから保管の際には日光を避け温度をコントロールすることだメモは取れたかい、うん、エミリエ すり替えたというのかシルバンの死を知らせに来たと見せかけてあの時あなたは復讐を果たしたと思い込んでいましたから警戒を解きやすかったのですありえないすり替えるチャンスがあったとしてもアウグストゥスの香りを作り出せるはずがないそう簡単に模造できるなら姉もあんなことには。 私はレインボーロー,ローズとルリウリそれからセシリアの花を使いました十数年前は互いに衝突し調和の取れない配合でしたですが今では調和させる方法がありますレインボーロー,ローズルリウリセシリアの花アウグステスは 十数年も昔にできた香水です。これまで絶えず分析と模倣が繰り返されてきました。調香の技術は日々絶え間なく目覚ましい進化を遂げています。古くからある精油抽出法や油水分離法だけでなく、今や香りを調和させるための数々の手段を手に入れました。十数年前は決して打ち破られなかった神話も、 もはや過去の話なのです。過去か。徴講師としてのあなたは、古いやり方に固執してきたわけではありませんでしたよね。理論上、可能かどうかについては、よくご存知のはずです。ご自身がアーグストスに与えた意義に執着しすぎたんです。あの頃、香水ブームに熱中した人々のように、神聖で、 後期で、唯一無二であるとあなたがアウグストゥスに執着していたからこそ私たちはあなたの望む結末を予測でき事前に準備できたでもここまで早くことを進めるとは思わなかったな。 or you would a c t a l u i n さすがだ。すべてお見通しだな。それで、シルバンは死んでいないのだな。昨日の夜からアウグストゥスの模倣品を準備し始めたのなら、私の計画はもっと早くから見抜いていたのだろうね。 朝一番に聞いた不法も野ジウ見物の連中も全てシャムが君たちに協力して手配し私に演じてみせたというのかそうですそうしなければあなたは邪眼を使って最後の賭けに出るかパラハームとアウグステスを利用して混乱を招いていたかもしれないと思いましたそれはどうかな 人思いに死んでしまった方が、すっきりする。そうなっていれば、エドガーの死も、この花畑の場所も、永遠に謎のままだったでしょう。けれど、私はもう、誰にも命を落として欲しくないのです。シルバンは昨夜、軽度の中毒で済みました。 すでに身柄は再び拘束されています彼が十数年前に隠蔽した罪は公開審判にかけられ全ての秘密が明るみに出ます私も同じかどうやら残された時間は牢屋で過ごすことになりそうだえっんなに受け入れるのか自らの行いについて言い逃れはしないし 残悔するつもりもない。やるべきことはすべてやった。君たちの勝利に終わるとしても、私自身が選んだ道だ。たとえ、最初からやり直せるとしても。<laughs> やり直せるわけがないな。みんな気をつけて。特殊な環境だから、私が戦闘へ行く。 もう時間がないようだエミリエ最後に一つ聞きたい何でしょう先生アウグストゥスの調和した香りの中にそれらの花の香りが含まれているとどうやって判断したのだ アウグストゥスの香りは重層的で複雑ですが、主原料としてはアウグストゥスの花しか使われていません。ですから、おととい、残された液体を調べている時に考えたのです。花を育てる段階で、複数の花の香りを混合していたのではないか、と。つまり、イエレーナは、あれらの花の香りに習って、 アウグストスを育てたというのかレインボーロー,ローズルリユリセシリアの花これらの精油をそのまま混ぜれば互いに衝突し打ち消し合ってしまうそれはかつて手の打ちようがない難題でしたですが複数の花の特徴を兼ね備えた新種の花を栽培できればその問題は回避できます 時代を考えれば、天才的な発想だったと言わざるを得ませんレインボーロー,ローズ、ルリウリ、セシリアの花姉さんの選びそうな花だ、エレーナ 新しい香水を出そうよああそれなら聞いたわ名前は確かフナ <laughs> 最近フォンテーヌの至るところで発売前のお前の新しい香水が話題になってるなひっそりと売り出すつもりだったのですが情報がこうも早く出回るとは思いませんでした次の神話になってしまわないことを。 願うばかりです。でないと、アウグストスの神話を打ち砕いた意味がありませんから。え,ええ。あれから配合に少し手を加えて、より長持ちする、手に取りやすい香りにしてみました。今日はちょうどサンプルを持ってきているんです。気に入ってくださるといいのですが、その、お二人には、正式な発売前に香りを試していただき、

それに香水にとってはいい香りという言葉こそ何より本質をついた惨事ですそれ以上の深い意味付けは必要ありませんあ、そうそうあの花々には何か特別な意味があるのか花の名前を聞いた瞬間あいつ態度が変わっただろうおそらく花言葉でしょう花言葉 前に聞いたことあるぞ。セシ,シリアの花の花言葉は、勇教者の真心、だっけか。どんな花も、時代や人々によって、異なる様々な花言葉を持っている。アウグストゥスの花の香りを構成する花々も同様です。フォンテーヌに戻ってから調べたところ、それらの花言葉を分解して組み合わせると、あるフレーズになることが分かりました。 過去に別れを告げ、強く生きていく。世間にとってアウグスティスの花言葉は、好奇、神聖といったものでした。けれど、育ての親であるイェレーナにとっては、<ー>このような意味を持つ花だったのかもしれません。そうだな。キリアは、このことを知ってるのか改定前に一度お見舞いに行きました。 この遂行についても話しましたが、彼は気にしていないようでした。彼はこう言っていました。そんなことは誰にもわからない。当時の彼女は何も考えていなかったのかもしれないだろう。と。彼女はもういない。考えはもう誰にもわからない。後の人間がどう解釈したって、それはこじつけや推測に過ぎない。 本当にそう考えていたのだとしても、彼女のことを忘れて生きるなんてできない、姉のために復讐する。それが、私にとっての人生の意義だった。彼は、自分の望み通りに花を咲かせました。結果的に、望んだ果実は実らなかったとしてもです。イリア。ケレト先生から、 あなた方にありがとうと伝えるよう頼まれました。あの時生かしてくれたことに感謝する。死ななかったからこそ、アウグストゥスの花言葉には愛も憎しみも聖者の特権ですからね。死者の思いは命と共にこの世を去ります。アウグストゥスの真の花言葉は永遠に謎のままです。それでも、たとえこじつけや推測に過ぎないとしても、 私は自分の解釈を信じたい花言葉に託された意味や香水が象徴するものは世の中の変化とともに絶えず歪められけれども遡ればすべてはこの上なくシンプルで尊い願いから始まるのです「